こんにちは。ピアノ教室経営の野口浩太です。豊かなピアノ教室経営を目指してまーす。思ったでしょ？こいつ髪切ったなって。切ったよ。いいじゃん、もう。今、髪を切って、そのまま家に帰らずにレッスン室に来たの。で、それはどうでもいいんだけど、あのね、髪を切りに行く前に別のところに行ってて、それどこに行ってたかっていうと、東京都のね、公立小学校に行ってたんですね。で、何しに行ってたかっていうと、二台ピアノのコンサート、ちょっとピアニスト仲間のね、吉田幸男くんっていう人がいてね、彼とね、二台ピアノやってんですね。あ、もしよかったら、ジャンバリピアノっていうチャンネルで二人でピアノを弾いてるので、よかったら、もうリンクにも貼ってあるので、よかったらちょっと見に来てください。それでね、二台ピアノのコンサートをしてきたんだけども、ただ別にこれ宣伝したくて言ってんじゃないの。ちゃんとつながりがあるんですよ。ですね、そのね、小学校は小学校でも、実はですね、特別支援学級のお子さんたちに向けてのコンサートだったんですね。まあ、その学校には大きな体育館とは別に小さい、小アリーナっていう呼ばれ方をしてるんですが、まあ、そこにたまたまピアノが2台あるので、そこでこう2台ピアノコンサートをしてきたんです。でね、何を隠そう、その小学校というのはですね、僕が、何年間だったかな、もうちょっと数えられる。あ、ごめん、数えとけばよかったね。2013年から2019年度まで勤務してた小学校なんです。で、そこにどんな勤務の仕方をしてたかっていうと、そこの学校の、2つね、特別支援学級があって、まあ、肢体不自由児学級と、あとね、その世田谷区、別に学校名言ってもいいんですよ。言ってもいいけど、ほら、言っちゃうとなんかこうつまんないじゃん。どこかなって探してみて。僕ね、ちゃんとそれ多分経歴に書いてるので。うん。あ、っていうか、この説明欄にちょっとこれ大事なんですけれども、僕の特別支援教育としての、プロフィールのリンク貼っときます。まあ、そこに書いてあります。 PDF で見れるようになっているので、もしご興味があればご覧になってみてください。まあ、その小学校の特別支援学級で勤務してて、まあ、途中は通常学級もこう一緒に同時に授業を持たせていただいていたんですが、まあ、主に特別支援学級で、まあ、頑張ってきました。そこのね、学校に呼んでいただいて、で、すごいよね、もうね、退職してんのにね、たかだか、非常勤講師がですね、いまだにね、呼んでくれるの。で、また可愛いのよ、子たちも、ほんと大好き。もう今日も帰りたくなかったもんね。ほんとに。そう。でね、まあ、それはコンサートを今日はやってきたわけですが、実はですね、僕はですね、この、野口浩太ピアノ教室、ここね、でもですね、いわゆる発達障害とか、まあ、知的障害などの、この何々障害っていう、まあ、診断名がついてるお子さんたちのレッスンも積極的に受け入れてるんですね。これはもう本当に開業当時から最初からもう看板としてホームページに出していました。でですね、今まあこの10年経ってるんです。開業してから10年経ってるんだけれども、常にそうだったはず。まあ、少なくともこの数年は常に4割ぐらいのお子さんがそういった診断名を持つお子さんたちなんですね。療育手帳とか持ってたりとか、まあ、持ってなくても、その発達障害の傾向、傾向っていう言葉ちょっと使いたくないね。そういうような雰囲気がありそうだなーって。まあ、要はグレーってこうっていう風な、そんなね、いやね、グレーってね、そんな呼び方しなくたっていいじゃんね。他にいい呼び方あればいいと思うんだけれども、大体からしておくね、障害児っていう言葉もね、嫌いなのよね。あんまりね、いい言い方じゃないんだけど、しょうがないの、これ。でもね、わかるように伝わるように話さなくちゃいけないから。そう。で、このクラスで、このクラスっていうかこの教室でも、そういった障害児のお子さんたちとレッスンをしています。で、ね、もっと言ってしまうと、まあ、今日行ってきた
小学校さんでは、まあ、2013年から勤務してたんですけども、その前も実はね、あの別の小学校、これ名前言っちゃおうかな、世田谷区立祖師ヶ谷小学校っていうところで、そこにね当時ね初めてその学校に特別支援学級ができた、その年に僕が大学院を修了したの、ね、でその、まあ、大学院修了しても僕は音楽の道で食ってくんだみたいな感じでね、あの燃えてたから、その就職みたいなことをしてなかったのね。でまあそんなところに、そこの新しく支援学級ができた、うん、そのクラス、学校のクラスにお手伝いさんみたいな、まあ、名前で言うとね介添え員っていうんだけれども、まあ、教員がいて、その補助をする。で、主にお子さんたちの安全面をこうカバーする役割として、まあ、アルバイトですっていうのをずっと始めたんですね。で、実はそれがきっかけで、僕は人にピアノを教えるっていうことを初めてしたのが、その小学校でアルバイトを教えた時で、何かっていうと、そこに通っていた自閉症のお子さんのレッスンを、そのね、保護者の方から頼まれたんですね。で、まあ、いいですよって言ってやって、それがね、初めての僕のお仕事としてのピアノレッスンだったんですね。まあ、そのお子さんはもう大きくなられて、もう成人してるんですけれども、この野口浩太ピアノ教室を開業する前、で本格的に開業する前にやってた、そういった経緯があります。だから僕の中では発達障害、知的障害、まあ、他にもいろいろ名前はあるけれども、そういったお子さんたちのレッスンをすることに対してそれほど大きな抵抗はなく、むしろやらせていただきたいというような思いでいたんですね。だから本格的に今横浜市港北区に教室を構えていますが、それを開業した時も当たり前のようにそういうクラスもやってますっていうのをホームページに出していたところ、それがねやっぱりまだ当時10年前ですから、うん、あの今でこそ発達障害って結構なんか検索するともう本当にいろんな情報だったりとか、そういう診断名を持っている人自身のいろいろこうテキスト、うん、なんか発信っていうのも見られるようになってきましたけども、当時はねまだそこまで広まっていなかったし、まあ、今が理解が深まってるかっていうとそうでもないけれども、でもひとまずそういうものがあるという認識だけは広がっていったじゃないですかね。でもね、まあ、10年前ってまだそんなにだったんですよ。だからピアノ教室の方でも発達障害の方々、その時僕どういう言い方をしてたかな、特別な支援を必要とするお子さん、あのねこのね障害っていうね言葉のねことの表現方法ってね、なんかね時代によって変わってるんですよね。あの一時期はあの障害、あ、まあ、今でもそうだけど害の字をなんか別の害にしてたりとか、あとこうひらがなで書いたりとかね、障害、ね、部分ひらがなで書いたりとかいろいろしてるんですけども、当時はねなんかね特別な支援を必要とするお子さんっていう書き方をした方がいいっていうようなムードがあったので、僕もそういう書き方をしていたんですが、まあそういう風にしてこうやってますって出したら、やっぱりね、あの他の教室で全くではないんですけども、あのそんなにこう引き受けなくはないけれども、積極的に障害を持つお子さんたちのレッスンをやりますよとは書いていなかったっていうこともあって、結構ねたくさん生徒さんがいらっしゃったんですね。でね、あのいや僕これで何を話したいかっていうと何も決まってないの。うん、あのね、いやっていうかね、この話は僕が自分のピアノ教室経営のことをその語る上で絶対避けては通れない
内容ではあるなって思ってるんです。なぜかというと、もうそういったことがありきで始めたピアノ教室だから、でそういった皆さんたちに支えていただいた教室でもあるっていうことがあるので、これはね、話さないというか皆さんとねシェアしないわけにはいかないんだけれども、ただね、いざ話そうとするとね、ものすごくやっぱりね、いろんな層にね、それぞれの層に合った話をしなくちゃいけないっていうこともあるからね、これ本当に難しいんですよ。ただね、僕ね、話はね、つれづれですよ、これ。台本なく喋ってるからね。そう。どんな風になるかわかんないんだけど、どういうところに執着するか。執着じゃない。なんだ。言葉が崩壊、空中分解した。分解した。ちょっと待って。はい。そうそう。ただね、最近になって、分かったことが一つあって、そういったお子さんでもこうピアノのレッスン、ピアノを弾くっていうことができるようになる、めちゃくちゃ分かりやすい兆候はあるなっていうことが僕の中でね、ちょっとはっきりしたんですよ。でそのことはね、ごめん、まだ言えない。なぜかっていうと、僕の中でもまだその論理化できてないの、言語化できてないのっていうのと、そういった状態で不用意に言ってしまうことで、もしかしたら傷つけてしまう、誰かを傷つけてしまう可能性もあるので、これはね、じっくりちょっとちゃんと伝えられるものとして加工してから、加工っていうのは嘘つくってことじゃないですよ、ちゃんとした言葉にできるようになるまではちょっと言えないなって思ってるんですね。でね、いつも言うんだけど、ちょっと足組むね。その方がね、こう言葉が出やすいのよ。いつも僕、前の動画とかでも言ったけども、何々論とか何々法っていう言葉があんまり僕には馴染まないのね。でそれが何って言ったら、例えば教育法というものがあったとするでしょ。それっていうのは、こう何々法として、もう一つの How to 方法論としてまとめられてるものなんだよね。ね、じゃあこのまとめられてるっていうのはどういうことかというと、こうしたらうまくいった、ね、こうしたらうまくいかなかった、ね、ああやったらああなって、こうやったらこうなった、ね、この一つ一つの細かい経験を拾い集めて、で精査してまとめられたものが論なんだよね。そう。ってことは古いの。いや、これね、何々論を頑張ってくださってる方もいらっしゃるから、その人たちを否定するんじゃなくって、そうじゃなくってね、結局のところ、僕もね、かなり勉強したんですよ。この分野のことは、やっぱり仕事にする以上。でもね、僕今でもその勉強一切やめたの。なぜかっていうと、固まるから。ね。今、目の前に面しているこの子、ね。それからこの子のご家族。この人たちの、このお子さんを良くすること、ピアノというレッスンを通し、ピアノのレッスンというものを通して、良くしていくこと、この一点が求められてるわけでしょ。ね。何々論とかっていうのはさ、求められてないのよ。そこが問題じゃないの。ね。っていうことは、過去のこういう誰か、すごく一生懸命頑張った先生という人がいます。ね、その人の経験値、その人の目線から見て A 君あるいは B ちゃんっていう人がいました、ね、その A 君に対してやってみたこと、 B ちゃんに対してやってみたこと、その成功例が一つの論としてまとまってるわけ、ね、ところが今度は僕、野口浩太という人間、今のこの目線、ね、このなりでね、A 君 B 君という A 君 B 君でもないんでね、 C 君か、で C 君という人を見た時の、これはそのまま当てはまるものではないんですよね。っていうことは、最初からこの何々論というものでこうはめた考え方で見てしまうと漏らしちゃうのよ。
ね、わかる、これ言ってること伝わるから本当に難しい。うん、でね、だから僕は僕の考え方で言うと、今この瞬間彼彼女にとっていいと思うことはとにかく全部やる、ね、でやってみた結果ダメだったことはすぐやめる、ね、これの繰り返しなんですよ。でそれがね、 C 君には当てはまっても今度 D 君には当てはまらないのよ。わかる？ね、で C 君ともしかしたら E 君はね、もしかしたらちょっと似てるところがあって同じようなところがあるかもしれないけど、じゃあ今度 F 君っていう人もいるわけよ。ね、うちの教室って今常時、75名の方が在室してくださっていて、まあその4割の方々が、そういった診断名、発達障害、知的障害という、そういった診断名を持ってたり、その疑い傾向が示唆されている。なんか難しい言葉使っちゃったけど、まあ分かるでしょ、組んでください。で、そうするとさ、何十人いるの？ちょっとごめん、暗算できない。まあまあな人数いるでしょう。そうするとね、一つの論だけでね、こう渡り合うというか、こう使って良くしていくっていうのはね、なかなか難しいことなんですね。で、僕がじゃあ今日何を皆さんにお伝えしたいかっていうと、この動画はおそらくピアノの先生たちの中でも、特に最近発達障害の診断を持つ子が入会してきた、さあどうしようと思っていらっしゃる方だったりとか、あるいは逆の立場でお子さんが発達障害の診断が下りた、でそれで何かこうこの子にとっていい習い事とか、まあ、ピアノって決めてらっしゃる方もいるかもしれないけど、おそらくそういう方々が見られる動画になると思うんです。でね、僕は僕でこの10年間ピアノ教室という場で培ったものはあります。だから僕の立場でいろいろとこう見えてることをシェアすることはできる。ただそれよりも皆さんの方で何かお困りになっていることとか、疑問に思っていること、知りたいと思っていること、そういったことがあったらぜひコメント欄でもいいですし、もちろん直接の電話番号は載せてないか。載せてるかな、まあいいや、メールね、メールなんかでも何でもいいので、ぜひ教えてください。でその中で何かこうお答えできることがあればお答えし、まあ大体のこと多分ね僕お答えできるんですよ。ただしね、医学的なことだったりとか、そのこうそういった意味でのこう専門的なことっていうのは分かりませんよ。そうじゃなくて、発達障害、知的障害等のこう障害児のお子さんのレッスン、ピアノのレッスン、まあ、あるいはピアノじゃなくたっていいんですよ、音楽レッスンみたいなね、歌でも何でもいいんだけども、そういったことに関してのご質問だったらもういけます、大丈夫です。そうで、もし動画にできることがあったら動画でお伝えしますし、まあもしかしたら内容によってはクローズドな場じゃないと難しいこともあるかもしれないので、まあそれはちょっとその時になってみないと分かんないですけども、今日はこの動画の中では僕はこういったいきさつがあって、今障害児の方でも方のレッスンをさせていただいている、そういう教室ですよっていうことをお話しして、で、あと何かこうお聞きになりたいことがあったらそれにこうお答えしていくって、こういう循環でやっていけたら、その方がもしかしたら、まあ、全体のためになるのかなと思ったので、ね、僕この分野のことに関してはじっくりとやりたいの、あんまりね植物的なって言ってわかる、まあ、なんて言えばいいのかな、まあそういうこと。ググって植物的って。類語辞典とかで。そう、そういったこう方法論的なことだけで済ませたくないなっていうふうに
ね。ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいねと思ったらいいね、それからチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。